諸君、明日は何の日かわかるかね。人類が悲痛な叫びを上げる日。女どもがなんか調子乗ってる気がする日。そう、すなわちバレンタイン。この物語は3人のモテない男たちが願い、あるものは悲しみに打ちひしがれ、あるものは希望を手に、そしてまたあるものは悲しみに打ちひしがれ。2回も言ったの？なんで2回も言ったの？今夜で3人が悲しみに打ちひしがれる話である。バレンタイン始まりました、まだ始まりました。誰にさ、誰にさ、誰にさ、それは立つ森なの。俺の分ありありですか？数足りていますか？ねえ、ホンチョコ、トモチョコ、ギリチョコ、ギリチョコするゼロとかどういうことさ。なあ、嬉しいな。でもね、一番嬉しいのはチョコより。え、チョコ嫌だった。君が頑張って作ってくれたことさ。やったね。それはさ、それはさ、それはさ、バカブルってやつでしょ。甘いもの興味がないね。ただ待ち遠しいね。ねえ、どこかな、下駄箱、机かな。あったな、マンサーパサヒョウ。犬タブツはどこにもなくて、さんざんつまらない夢を見て。人間じゃないみたいだ。きっとチョコもらってる人は人間卒業してる。空振りの理想論、騒いだでの男たち。誰もくれないみたいだ。僕にチョコは、チョコ一粒の期待だって。はい、はい、泣き濡れてシミになって、はい、はい、悲しみの歌に歌ってた。今日バレンタインデーらしいよ。なんかもらった？バレンタインだったの？興味なさすぎて。嘘つけ。今日机の中一番にさ、ちぐちゃん。今日いつもより詩人さん髪型かっこよくね。探してただけだし、これ寝癖だし。浦田さんもなんかいい匂いするんだけど。俺はもともとこんな匂いだ。そんなことより坂田、お前も。え、何何？俺が何？なんか言えや。いかにも残念だよ。君たち女子同士でチョコを渡し合うことが流行ってから我々男子は本当にね、バレンタインデーもんだよ。ただの平日だろうが。あ、佐藤くん、山田くんにチョコレート渡しといて。はあ、これもね、あれもね、それとね。アボーナラドウダイヤ。そこ、談義に耳塞いで。切れた傷口舐め合って。まずいって、この音終わるって。何個もらった？ダメだった。詩人さんは坂田君、浦田君、私のチョコの数を見たまえ。なんだこの数は、どういうことなんだ。一体どうやって炊き込みが買ってきた。詩人さん、二人分も買ってきましたよ。一緒に食べましょう。詩人さん、失敗したみたいだ、いつでもそう。抜かりない気上論則破れたり、デタラメな期待だ、いまだにそう。素直になりたいだけだ、素直になりたいだけだ。人間じゃないみたいだ、息を殺して紛らわしきりチョコ勘違う男たち。カンストラ詩人さん、うるさい、うるさい。僕の魅力は一つの期待なんて、泣き濡れてシミになって、悲しみの歌になってさ。うるさい、お前ら、うるさい。お客終わるけど、チョコ何個もらえた？俺はダメだった。詩人さんは、坂田君、浦田君、私のチョコの数を見たまえ。またコンビニか。もうその手には騙されない。残念。何？まさか自分で作った。詩人さん、バレンタイン始まりました、そして終わりました。はい、それがさ、それがさ、それがさ、言い訳したつもりなの？いい加減諦めました。チョコも未来明日もねえ、今年去年も今年もおかんだけってどういうことさ。ハッピーバレンタインデー、バレンタインデー、ハッピーバレンタインデー。